どうもこんにちは、ひょくです。はい、皆さんしばらくちょっと動画をね、まちまちになってしまって、ちょっとごめんね、本当に申し訳ない。ただその代わりですね、近々大きなお知らせができるかと思いますので、そのためのね、ちょっといろいろ準備とか仕事がですね、ちょっといろいろ入ってまして、ちょっとだけ最近忙しいです。もうなんか年中忙しいって言ってるような気がするんですけれども、まあ、そんなこんなよりもね、今日の動画をいきます。タイトル通りですね、こちらガルボープリタッポクミョン、韓国の方で新発売したガルボー。はい、あの日本語だとカルボナーラじゃないですか、カじゃないですか。でも韓国だとですね、ノーンになるんですよ、ガルボナーラこのプリタッポクミョンすごく辛いんだけども、後引く辛さであり美味しさで、それと今回ね、カルボナーラのね、果たしてガルボナーラのクリーミーさとプリタッポクミョンの激辛さがマッチするとどんな味になるのか、とても楽しみですね。作り方はもう一緒なんで、省略します。ということで早速出来上がったものこちらに用意します。はい、ドン。今から作りまーす。普段でしたらこのソースをね、まだ鍋にある状態でこれを入れて、弱火でちょっとグツグツ煮込むんですよ。でもこのカルボは、ガルボはこのまま両方とも入れて混ぜて食べる。プリタッポクミョン食べてみたいけど辛いのが苦手っていう人はガルボからやってみるといいかもしれないですね。はぁ、ガルボナーラの匂いだ。混ぜまーす。何も見えない、私視点からは何も見えない。めっちゃ美味しそうなんだけど、もう僕今よだれがめっちゃ出るすっごい美味しそう。マッチングが完成しました。画面だと赤いっすよね。でもこれ普段のプリタッポクミョンもっと赤いんですよ。ではいただきまーす。うん、うん、麺もなんか違う気がするんですけど、平べったい麺になってる。カルボナーラに合うようにかな。うまっ。辛いけど確かにカルボナーラのクリーミーさがある。あ、すごい、こんなに美味しくなるんだ。うん、あ、うまっ。もうちょい辛くてもいいな。うん、これは美味しい。すごいなんかっていう辛さではないので、でもやっぱプリタッポクミョンのこの後引く辛さはあるから、辛いのが苦手な人はプリタッポクミョンのソースは半分ぐらいでいいかもしれないですね。うんうんうん、ガルボプリタッポクミョンめっちゃうまいチーズ味のプリタッポクミョンってあるじゃないですか、それに近いような味はしますね。ただチーズとやっぱ違うのは、そのなんかミルクっぽいこうクリーミーさがありますね。これはね、みんなもぜひ食べてみてほしい。これほんとうまい。これ多分僕の今までの中で好きなインスタントラーメンベスト3に入るレベルでうまいっすよ、これ。めっちゃうまい。ドンピシャ。三人称、あ、違う。うん。うん。ごちそうさまでしたー。美味しかった、これはうまい。でもやっぱプリタッポクミョンだけはあってちょっと辛いので、皆さんも気をつけてくださいね、食べるとき。僕今ちょっと汗かいてます、この辺今汗出てるんですけど。カルボナーラプリタッポクミョン、あ、ガルボナーラプリタッポクミョンめっちゃうまい。これもう日本でもう売ってるのかな。僕これ韓国で送ってもらったんですよ。日本でもう売ってるのかな、ちょっと探してみますけど、僕も見つけたら概要欄に貼っておきますので、その売ってるサイトとかを皆さんもぜひ食べてみてください。ということで以上、ガルボひょくでした。じゃあね。